今回はついに女性研究者登場。レンです。エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャストです。はいはい。いや、今まで研究者とか科学者の人、科学誌めっちゃ紹介してきましたけど、うん、ようやく女性が出てきます。そうだね、科学誌入る前の科学者紹介では女性出てきたことはあるけど、うんうん、でも科学誌では初めて女性が登場する。本当にヒゲおじしか紹介してません、今まで。あ、でもあのヒゲおじのさ、悪妻みたいな。アクサンティッペね。え、ソクラテスの妻ね。そう、うんうん。そういうのは出てきたけどね。うん。しかも、別に科学者じゃないしね。そうだね。主人公としての女性は出てきてないですね。そう。で、今回初めて出てくるんですけど、名前、ヒュパティアさんっていう人なんですけど。あー、なんか、言いづらいね。ヒュパティア。ヒュパティア。うん。ヒュってさ、日本語で言いにくいね。日本語にあんまないですね。ヒュ。ヒュ。ヒュって、うん。流行ってる単語とかある？ヒューマン。ええー、だから日本語で、日本語で。いや、日本語が出てこなかった今。ヒュ。ひょうひょうとかさ、ひょうはあるけどさ、ヒュってないよね。ないね、意外と。言われてみたら。全然思いつかない。それは置いといて。それは置いといて。で、この人ね、科学史においてもね、非常に転換点やってる重要な人なんですよ。うん。なんならね、ここで一旦科学史一区切りされるぐらいな感じ。うん。その舞台は図書館なんですね。おお。あ、じゃあ前回の鈴木ですか。そう。前回ちょっと図書館のね、歴史的な話しましたけど、うん。今回ちょっとその続きで、その図書館にまつわるとある事件の話みたいな感じですね。おお。科学者だけど。うん。だから。事件に巻き込まれるの、その女の科学者が。そう。うん、ヒュパティアさん自身がこういう研究やりましたよって話よりかは、うん、そのヒュパティアさんを取り巻く学問の環境とか、うん、ああ、なんかヒュパティアさんを取り巻くなんか恋愛ドラマとか言うてたかなああでもね、恋愛ドラマではないんだけど、うん、その取り巻く男たちみたいなのはいるっちゃいるかもしれない。出てくる、まあ、珍しいもんね、科学業界で。うん、そう、特にこの時代多分そうなんですよ。じゃあそんなヒュパティアさんの話をはい、今回はしていきます。はい、お願いします。あの、時期的には前回アレクサンドリア図書館のお話をしたのと同じ時期から始まるんですけど、うんうんうん、紀元前300年ぐらいのお話です。はい。で、この時代ってもう図書館イケイケ時代になっていくんですよ。うんうん。まあ、どん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 そのアレクサンドリアっていうエジプトのめっちゃでかい町に学者が集まってくるとかね、うん、で、その学術機関みたいなのが博物館の元ムーセイオンとか言いましたけど、うん、それ非常に盛り上がってた時期だったんだけど、そこでアルキメデスっていう戦争に物理を持ち込んだおじさんとかね、ほうほうほう、あ、もうこの図書館通ってましたっていう話をしたんですけど、はいはい、うん、まあ、いろんな学者さんはこの図書館通ってたわけですよ。うんうん。で、声に出して読んでたんだよね。そう、声に出して読んでたんじゃないかって言われてる、うん、で、そんな中の一人、これ一人だけちょっと有名人紹介しておくと、はい、ユークリッドさんっていう人がいるんですよ。ふんふんふん。聞いたことありますか？なんか聞いたことあるような気もするけど全然わかんないです。ユークリッド幾何学とか、はいはい、ユークリッド言論とか聞き覚えない？それってなんか高校とか大学で習うやつ？必修として習うかな。幾何学わかんない。俺もね、当時習ったかわかんないけど、でも名前は聞いたことあるから、どっかではね、出てきてると思う。教科書の。なんか、ユークリッド幾何学っていう名前じゃないかもしれないけど、なんか、どっかでユークリッドっていう名前聞いたことある気はする。うん。うん。どこやって感じ。わかんない。この人、まあ、一番すごいことって、うん。まあ、大ベストセラー作家ではあるんですよね。ほうほう。この人が書いた、ユークリッド言論っていう本。うん。うん、これ世界で2番目に普及したって言われてる本なんです。それは当時ですか？あ、もう歴史上。歴史上今までを含めて。今まで。え、それは2番目に普及したっていうのはその冊数的にってこと？それはないよね、うん、絶対。いや、冊数とかだと思う。え、マジで？うん。まあ正確に何冊とか分かってるわけじゃないと思うけど、一番普及した本の次ぐらいに普及してたよねって言われるぐらい。一番普及してた本なんだと思います？バイブル。そう。うん、聖書ですね、うん、聖書を除いたら、うん、もうこのユークリッド言論が
配られてたっていうぐらい。え、本当に？今までも含めて売上数とか、うん、売上数ってかなんだろう。札数。そう。っていうのも、これ今、紀元前300年ぐらいの話って言ったじゃないですか。うんうん、この言論っていう本、うん、あの、100年前くらいまで普通に教科書として使われてました。ああ、だからか。うん、え、教科書でもさ、幾何学の教科書として。え、何の分野？幾何学のなんか、すごく基本的なところの教科書、うん、そう。あ、そうなんだ。そうそうそう。あ、まあ、それだったら納得できるかも。そう、これ何書いてたかっていうと、ピタゴラスとかプラトンとか、うん、その当時のギリシャの人たちがやってた幾何学とか数学的なことの集大成みたいな本なんですよね。うん、なるほどね。そう。え、で、100年前まで使われてたんだっけ、教科書として。それすごい、ね。19世紀とか20世紀ぐらいまで使われてたって言われてる。ってことは、それぐらいまでほとんど幾何学のレベルが上がってなかったというか、ユークリッドさんの時代から、もうずっと一緒だったっていうことなのかな。いや、まあなんなら、そのベースは今もそうですよ。ユークリッド幾何学です。あ、そうなんだ。そう。で、これユークリッド幾何学ってじゃあ一体何かという話なんですけど、うん、一言で言うと、当たり前の図形の性質が成り立つ空間のことって言われることがあって。はいはいはい。例えばね、僕らって三角形の内角の和って180度だなって、習ってわかるじゃないですか。うん。これ当たり前じゃないですか。まあ、習うものとして知識、基礎知識として教育を受けるよね、うん、そう。でもさ、そのルールって最低限のルールがあるというか、うん、こういう直線はこういうものです、うん、っていう大前提があって、うんうん、で例えば角度が90度だったら他の90度も同じですよみたいな、本当当たり前ですよっていうものをつなぎ合わせると、うん、その条件だと三角形の内角の和は180度ですっていう話が成り立つって言えるじゃん。はいはいはい。っていうのをなんかベースのルールにしましょうねみたいな。うん。え、じゃあ今私たちが思ってる幾何学って、うん、その前提があるからであって、その前提がなかったら、うん、90度と90度が違うものっていうものになり得るような前提だったら成り立たないっていうことか。うん、そう。え、でもさ、90度と90度が違うってそんな起こり得なくない？ああ、まあね、90度90度は、ちょっとイメージしづらいかもしれないけど、例えばね、図形で平行っていうと、うん、まあ、交わらない2本の線じゃないですか。はいはいはい。ずっと伸ばしても。うん。これが成り立ってんのはユークリッド幾何学。でも、地球って丸いじゃないですか。うん。ずっと伸ばしたら、北極ぐらいで交わる気しません。ああ、なるほどね。うんうん。平行って言ってても。そうだね。うんうん。って考えたら、それ平行って言えるんですかみたいな、難癖つけられちゃうじゃん。なるほどなるほど。そういう前提ね。そう。うん、ふんふんふん。まあ、イデアみたいだね、ちょっと。ああ、そうだね、うん。まあ、理想の図形考えるみたいな話。うん、ふん。だけど、そんなん言ってたら、地球上のもの全然何も計算できなくなっちゃうんで、うん、ふん。ユークリッド幾何学っていうものの中では、平行なのは、どこまで伸ばしても絶対交わりません。うん、なるほどね。っていう、まず前提ルールとしてある。え、あとさ、うん、なんか図形って、その360度で1回転じゃん、なんか。90度で直角みたいなさ、うん、そういう、数値の配分みたいなのもさ、そこで定義されてるのかな。ああ、まあでも、他でもいいわけじゃん。う、ね、うんうん、うん、うん。90度が1度でもいいわけじゃん。まあ、それはないかもしれないけど。あ、そうだね。うん。で、そういう、まあ、公理みたいなこと言うんだけど、本当に。どういう字？公式の公に、ああ、理科の理。はいはいはい。もう絶対まずこれは成り立つよねっていう共通があって、うん。これが成り立つから、こっから導ける、仮説が生まれますみたいな、うんうんうん、例えばこのユークリッド幾何学みたいな考え方の図形の空間、うん、上では絶対にピタゴラスの定理って成り立ちますよねっていう、うんうんうん、そういう考え方を書いてる本なの。もう大前提の、本当に数学の大前提じゃんこれ。うんうん、でもさ、当時ってさ、地球が丸いとか知らないよね、うん、当時はだからもうみんなユークリッド幾何学みたいなので成り立ってるわけじゃん、その、うん、見えるもので言うとね、うん、でも今って、まあ、確かにずっとまっすぐ行ったら北極とか行ったら交わるから平行じゃないよねみたいな、その球状の直線とかを考えたりする、うんうん、そういうのは非ユークリッド幾何学っていう。ああ、じゃあユークリッド幾何学の時代は、てかユークリッドさんとかが生きてた時代はユークリッド幾何学しかなかったけど、今になって新しいその知識とかが増えたから別の分類と分けるために非ユークリッド幾何学とユークリッド幾何学で分けてるみたいな。そうそうそう。まあ、うん、でもね、非ユークリッド幾何学の歴史も結構古いんだけど。
あ、そうなんだ。うん。うん、まあでも、ユークリッドかユークリッド以外かみたいな分け方をされてる。ちなみに非ユークリッド幾何学ってどんな感じなの？どんな感じっていうのは？いや、どういう前提なの？あ、前提？あ、だからもうその、前提って言っていいのかな？もうなんか全然別ジャンルって感じだな。でも幾何学は幾何学なんだよね。幾何学は幾何学。例えば三角形180度、三角形の内角のは180度って言ってたけど、うん。球状の三角形ってちょっと歪んだ形になる。あ、ってなったら地球上の三角形みたいな。そうそうそう、うん、だからちょっと曲線っぽい三角形になったらそれってもう180度じゃないじゃん、うん、ちょっとちっちゃくなりそう。いや、大きくなるんじゃないか。あ、大きくなるの。うん、なんつうの、丸っこい三角形みたいなができるとさ、もう逆かと思った。なんかちょっと縮まった三角形ができなかった。ああ、まあまあそれもまあ分かんないけど、でもそれもルールから離れてるから、うん、非ユークリッド幾何学だと思う。あ、そっかそっか、みたいな。そういうちょっとただの三角形考えれば、例えばその面積求めるとかできないわけじゃない、うん、うんうんうん、っていう感じ。なるほどね。うん、だから僕らが習ってるのはもう基本的にはユークリッド幾何学なんですよね。なるほどね。算数とかは、はいはい、っていうのがまず、だからこれを書いた人っていうので、うん、すごい人なわけですよ、まずユークリッドさんは。うん、まあでも新しくやったっていうよりかは、まあこれまでのルールを全部まとめた、まあ、編集長というか、うんうんうん、そうまとめましたっていう人がこの人。なるほどね。うん、教育者的な、教育者ではないか、教育者ではないから、まあ、まあ普通に編集長学者だけどうん、うん、その昔の人の例えばプラトンが書いた文献とかもちゃんと読んで勉強してまとめてるっていう感じだよね、うんうんうん、なるほどね。そうで、こっから、まあ、これをベースに結構数学幾何学って発展していくんですけど、うん、こっからちょっと時代が飛びます。はい、で今までずっと紀元前の話してたんですけど、ついに紀元後の話に。ユークリッドさんの時は紀元前300年ぐらいだっけ。そうで、うん、そっから600年とか、じゃあ紀元後300年、そう、うん、くらいまでは、まあ、その図書館もちょっとずつ繁栄していったり、うん、まあ、いろいろちょっと政治的な事情は変わったりはするんだけど、うん、脈々と学問の、その受け継がれてるっていうのはちゃんとされてる、うんうん、でその600年後に、アレクサンドリア図書館の館長をやってた人、うん、この人がテオンっていう人が、テオン。テオン。なんかちょっと韓国人みたいな名前だね。テオンだったら、まあね、まあ確かに。テオンだったら韓国人だけどね。ああ、全然、全然ギリシャ人だけど。テオンだったらギリシャ人なんだ。うん。で、先に言っちゃうと、この人がアレクサンドリア図書館最後の館長です。ああ、じゃあ、なんかアレクサンドリア図書館って一回なくなるって言ってたよね。うん、その亡くなる前の最後の館長ってことか。そう、うんうん、この人がもう最後だったんだけど、この人もさっき言ってたユークリッド言論とかを、まあそこからさ研究もいろいろ進むわけで、新しくこういう法則もありましたとか書き加えていったりとか、うんうんうん、そ編集みたいなのをやってたと、うんうん、っていう人なんですよね。まあ館長なんで、まあ結構偉い人なわけですよね。はいはいはい。館長もなんかなるのすごく難しいんだっけ。そうそうそう、あの王様の家庭教師やって、うん、でそこから館長になるみたいな、うんうん、そういうキャリアだったりもするわけですけど、うんうんうん、っていう人が出てきて、でようやくここであの最初のヒュパティアさん出てきます。ヒュパティアさんはこのテオンの娘です。はいはい。なんだけど、まあ、このね父と娘が非常に重要で、うん、まあ、このパパの方ね、うん、このパパの方はもうずっとユークリッドの研究というか幾何学とか数学とかやってたんだけど、娘もめちゃめちゃ頭良くて、もう若い時からパパのお手伝いとかしてるんですよ。若い時っていつぐらい？ちょっと何歳かは分かんないんだけど、そんなにあのおばあさんになってから有名になったとかじゃなくて、うんうんうん、多分2、30代とかじゃないかな。2、30代で何してたの？あ、もう学者で、うん、あの学校の先生みたいな感じ。哲学とかを学んで、まあ父親の影響とかもあったと思うけど、うん、すごい昔のプラトンすげえとか、うん、ピタゴラスすげえみたいな感じでいろいろな本を読んで、うん、パパの手伝いをしているぐらいの娘だったと。じゃあ手伝いっていうのはパパの編集とかの手伝いっていうこと？そう、うん、まあ、っていうのもこのヒパティアさん自身はその書いたもの全然残ってないんだけど、うん、このパパの手伝いしてたよっていう情報は残ってる。ああ、なるほどね。でそれぐらい学問もすごい優秀だったっていう、うんうんうん、いうふうに言われてるこの娘さんなんですよね、うんうん、この娘さんがねもうめちゃくちゃカリスマで、おその当時哲学とか数学とか学校で教えてたんだけど、ものすごい人気なの。生徒から？生徒から。それは誰対象の先生なの？小学生とか中学生とか
そういうこと？あー、でも当時学問やってたの、もうちょい年上の人なのかな？結構。学者さんたちを教えるっていうこと？うんうん、講義をやってたって、ちょっと子供に対してかわかんないけど、うん、いやでも多分ね、大人に対してだと思う、結構。なるほどね。そう。まあ、当時小学校、中学校とかあるかわかんないもんね。な、うん、いんじゃないかな、まだ。で、もうね、学問一筋なんですよ。ヒュパティアさんは。すごいね。そう。で、当時もちろんキリスト教とかもいろいろ宗教とかあったけど、うん、もう、迷信より科学を信じろっていう。そうなんです。それも、そのヒュパティアさんの言葉が残ってるの？そう。へぇ。で、もう科学に忠実にいようっていう。おぉ。で、しかも当時のキリスト教って、うん、まあ女性は、まあ何歳ぐらいになったら結婚しようねみたいなとか、うん、まあ結構みんなそういう宗教の教えに従って、家族作って、うん、みたいな感じだったんだけど、このヒュパティアさんはもう独身を貫いてて。すごい、現代的だね。うん、もう私は結婚しない。お、学問をやるっていう。すごい。しかも、その当時って女性が先生にとか、そういう学問の立場に、うん。立てるんだっていうのはちょっと思ったけどね。うん、これはね、多分この後の時代は宗教とかで、うん、結構男性女性の、まあ、区別というか、女性はこうあるべきみたいな。うんうん。まあ、そういう時代が始まるんだけど、まだこのちょっと前の古代ギリシャのところって、まあ、割と女性でも学問ちゃんとやったら評価もされるし、っていうのはあったらしい。じゃあ昔すぎてそういう男性女性の役割とかそういう常識ができる前だったんだね。多分ね、その前だったんじゃないかな。まあでもいろんな信仰はあったから、うん、その宗教によっても多分考え方全然違った、うん、まあ多分数としては少ないと思うけど、で、まあ、そういう姿が一般市民の人からもすごい尊敬を集めてて、うん、そう、ヒュパティアさんをすごいちゃんとしたこと言ってるし、自分の信念貫いててかっこいいみたいな。なんかそれも現代的だね。なんかすごいバッシング受けるとか、うん、そういう時代じゃなくって、うんうんうん、むしろ尊敬されるっていうのがいいね。そう、なんかめちゃめちゃ大人気だったらしいですよ、ヒュパティアさん。当時市民から、うんうん、なんでそもそも市民に知られてるんだっていうのはあるけどね。だって学者の先生なんでしょ。うん、でも当時も多分その広場みたいなところでその討論したりとか、あ、そういうのはあったって考えられてて。なるほどね。そう、多分ね、人の目には触れてたんじゃないかなっていう。なるほどね。そうで、いろんな人がヒュパティアさんに教えてくださいみたいな感じで弟子入りするとか、うん、まあそういうのはあったみたいな。まあただこのヒュパティアさんがすごい活躍していた時の世界情勢的にはもうキリスト教の波がすごい来てるんですよ。はいはいはい。紀元後になるともうかなりの割合の人がキリスト教の信者になってきてて、うん、それまではその地元の元多神教の宗教とか、うん、いろんな人がいたんだけど、徐々に徐々にやっぱキリスト教を信じる人が増えてって増えてって、うん、で、そうなるとやっぱ対立が生まれてくるんですよね。キリスト教とそれ以外の宗教の人が揉めるみたいな。ああ、なるほどね。いつの時代でもそういうことが起きるんですね。そうそうそう。うんうん、で、まあ揉めるぐらいだったらよかったんだけど、この当時、エジプトって東ローマ帝国っていうところの国が統括してたんだけど、うん、そこの国がもうキリスト教をオフィシャル宗教にしますっていう。うん、だから、それ以外のキリスト教以外の宗教の施設とか、神殿はもうぶっ壊しちゃっていいよっていう許可出しちゃったの。うん、もうやばいな。そう、キリスト教、この国はもうキリスト教で行くみたいな、うん。っていうのを言っちゃったもんだから、もうこれ、アレクサンドリア図書館とかって、別にキリスト教の施設でも何でもないわけ。うんうんうん。だから、襲撃されちゃう。これはキリスト教のもんじゃねえっつって。やば。もう暴れ狂った人が図書館バーって来て、めっちゃ書物燃やしてるすんの。なんか、キリスト教じゃない教えの宗教の建物を壊すとかだったらわかるけど、うん、もうキリスト教じゃなかったら、キリスト教関係じゃなかったらもう全部取り壊すんだ。そうそうそう。なんかもういろんな施設が壊されちゃったみたいで。でもさ、すごく歴史のあるところなのね。そう。そうなんだよ。一発で壊しちゃうって怖。いや、結構これ人間怖いなってところなんだけど、うん、で、しかもさ、そこにはもう何百年とさ、うん、いろんな書物とかが蓄積されてってる。そうだよね。っていうのも多分あんまり理解されずに、そういうキリスト教徒によって、うん、いろいろ燃やされちゃったりしたらしいの。これすごいもったいないんですよね。もったいないね。それがなかったらさ、うん、すごい今もいろんなこと分かってただろうね。なんかもっと図書館発展しててもおかしくないし、うん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 、学問進んでてもおかしくないかなっていう感じがする。確かに。
で、まあ、だけどそんな状況だからさ、みんなもうキリスト教を信じないと怖いじゃない。だって襲われるの。そうだね。だからキリスト教信じようみたいな人が増えてくんだけど、うん、それでもヒュパティアさんは、うん、貫いてる自分を。おお、かっこいい。まあそういう信仰とかはあるんだけど、でも例えばキリスト教でいうなんか奇跡が起きるみたいな、うん、そういう奇跡は科学的じゃないから信じないってもうめっちゃはっきり言うの。で、まあヒュパティアさんは自分を貫いてるんだけど、うん、キリスト教の人からはどんどん恨まれるというか。うん、そうだよね。そう。やっぱある程度の人はヒュパティアさんをすごい信頼してるというか、うん、信じてる人もそれなりにいるわけで、うんうん。ってなったら、キリスト教を信じてる人からしたら、いや、あの集団なんだよ、みたいな。うん、うん。ムカつくみたいな感じになってくる。なんか、キリスト教の人からしたら、うん、ヒュパティアさんのグループは、うん、カルトみたいな、うん、ふうに見えてたかもね。まあ、異教徒っていう意味ではそうなのかもしれないね。うんうん、そもそも女が男に何か教えるなんてありえないだろうとか、あともう独身を通すのもなんかそんな教えに反してるだろうみたいな意見をすごい言われてたらしい。まあでも別に気にしてないわけですよ、ヒュパティアさんは、うん。気にしなそう。うん。まあだけど、とはいえさ、もう図書館も荒らされまくったりしてるわけで、被害は結構受けてるね。うん。で、まあそれから逃れるために、まあ、持てるちょっと巻物とかをなんか持って隠すとか、うんうんうん、まあ、そういうのもやったりするんだけど、まあ、ほんのちょびっとだけだよね。ほとんどはもうこの時点で燃えちゃったりしたって。だよね。だって、何十万、14万冊あったんだっけ？この間の話では。この間の話だと、まあ、多くて70万。あ、70万。うん、少なくても、まあ、まあ、数十万巻はあったって言われてる。おお。そのもうほとんどが結構失われてしまってる。そうだよね、ヒュパティアさん一人とか何人かで守れる数なんてもう、うん、ね、何十冊かぐらいだよね。そうで、もう結構そんなすっからかんになった図書館でも、うん、なおヒュパティアさんはそれに負けずにずっと学問してるっていう。おお、かっこいいね。かっこいいんだけど、まあでもね、ここで事件が起きちゃうんですよね。はいはい。これ紀元後の415年ですけど、うん、もうキリスト教徒がヒュパティアを憎んで、うんうん、その図書館に行く道で誘拐されちゃって、うん、あら、でもうそのまま暗殺されちゃうっていう、やば、事件が起きちゃうんですよ、うん、これもう大変な事件で、うんうん、でしかもそのヒュパティアさんを応援してた人たちもなんかもう希望の光を失うみたいな感じになっちゃう、うんうんうん、だからもうヒュパティアさんが殺されちゃった事件をきっかけにもう優秀な学者とかもみんなエジプト去ってったみたいな言われてる、うん、もうここじゃダメだっつって、うんうん、チリチリになっちゃう。だろうね。いやー、キリスト教徒なのに人殺すんかいっていうね。まあね、まあ、うん、多分結構過激派みたいな感じの人だと、うんうん、当時の過激派みたいな、ね。そうそうそう、うん。で、まあこれちょっと今だいぶシンプルに話はしてるから、うん、その裏でこういう政治家みたいな人が焚きつけたんじゃないかとか、あ、バックグラウンドのストーリーはたくさんあるんだけど、うん、まあ起きた事実としてはこんな感じ。なるほどね。っていうのを言われてて、まあだからもうこっから、一旦すごい古代ギリシャでさ、これまで科学史の話で優秀な人いっぱい出てきて盛り上がってたんだけど、うん、もうその灯火が一回このヒュパティアさんが殺されちゃうことによって、うん、途絶えちゃうみたいな感じになる。なるほど。エジプトで、うんうんうん、ヒュパティアさんが殺されたのは何歳の時、うん、ね、まあ、ちょっと幅はあるんだけど40歳ぐらいかな、うん、4、50歳ぐらいの時っていう感じかな、うん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 、おそらく。まあ、あの、誕生した時が微妙。だから何とも言えないんだけど。うんうんうん、415年に殺されてしまったっていうのは残ってる。じゃあ、まだ普通に若い時だよね。若いって言ってもあれだけど、当時は若くないのかもしれないけど。うん、まあ、ちゃんとしっかりしてる時に殺されちゃったんだね。そう。っていうね。まあ、この科学史的にはもうかなり大きい事件が起きてしまったと。うんうんうん、いうのがちょっとこの結構悲しい話ではあるんだけど。悲しい話ですね、今回。そう。結構悲劇の人として書かれてるのも多いかな、ヒュパティアさんに関しては。その、うんうん、結構残酷な殺され方しちゃったとか。え、どんな殺され方したの？ちょっと言うのははばかられるぐらい残酷な殺し方なんで、うん、ちょっと気になる人はちょっと原作してみてください。はい、あんま推奨はしないけど、うん、でもヒュパティアっていうのでググると結構もうすぐ出てくる感じかな。まあまあ、多分諸説ありだとは思うけど、うんうん、まあなんか、すごい残酷です。まあみたいな、まあ結構これが科学暗黒時代の始まりがこのタイミングだみたいな、うん、書かれてる本もあるけど、まあ結構いろいろある。まあ本当は、そのヒュパティアさんが殺されるっていう流れになるまでに、徐々に学問というか、そういう人たちが減っていって衰退していったんじゃないかっていう見方もされたりするから、
まあ一概にこれが全て原因ではないんだけど、うん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 、まあまあでもそれでもね、結構。ショッキングだよね、でもそんなこと起きたら。ショッキングな事件として現代まで伝わってますね。うん、なるほどね。うんうん。なんか映画にもなってるはず。うん、なんか映画化できそうだなって思った。そう、とか劇とか数年前にアレクサンドリアっていう映画があって、うん、それの主人公ヒュパティアさんですね。悲劇のヒロインじゃん。うん。まあ、なんで今回まとめると、これまで古代ギリシャのタレスから始まった話ですけど、うんうん、ピタゴラスとかソクラテスとかアリストテレスとか、うん、いっぱい話してきて、それがユークリッドっていう人が結構まとめて、うん、でずっと図書館でも発展してきたんですけど、うん、一旦もうそれが宗教の波に飲み込まれてしまうっていう、うん、ああ、じゃあ今日の冒頭で話したユークリッドはでもその後もずっと、うん、あの使われるってことはヒュパティアさんが死守したっていうこと？ああ、文献として残ってるのかってこと？うん、あ、そうだね。原本として、ね、それはなんかね、どっかのゴミ箱からその証拠出てきましたみたいなのもあった気がするけど、その言論の破片見つかってみたいな。うん、ちょっと守りきれてたか分かんないけど。じゃあもしかしたら言論としては失われてたかもしれないけど、うんうん、それで学習した人たちとかがもう一回作り直したりとかしたってことかな。あ、そうそうそう。これがまた後の時代に、やっぱりこういう言論とかって、そういう企画の大事なこと書いてるって、また別な地方とかで復活してくるわけですよ、うん。うん。でもちゃんとユークリッドさんの名前使ってるんだね。そう。うん。っていうので現代まで伝わってるから。すごいね。すごいよ。だからそこで途絶えなかったっていうね。結構危機だったと思うよ。本当に全部無に帰してたらさ。うん。それがだってさ、100年前まで伝わって、うん、ずっと使われてたんだったら。うん。それあるのとないのじゃなんかすごく違うよね。もう全然違う。人間の歴史にすごく影響を及ぼしてるよね、きっと。そう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 。聖書の次に発行されてるって相当だからね。すごいね。うん。まあなんかあの印刷がまたできて、うん、すごい部数増えたりとかそういうのはあるけど、うん、よくそこまでちゃんと耐えたなっていう。うん、確かに。そっか、部数って言えばよかったか。まあ、さっき札、なんか、なんて言えばいいかなって、札数って言っちゃった。あ、いいんじゃん、別に。まあまあ、同じ。これは振り子で。あ、部数って言うとあれでも本っぽいかな。もともとなんか巻物じゃないかな。あ、そっか。うん。巻物だから、うん、巻か。何巻。巻、ああ、そっかそっか。うん。巻数。巻数かな。わかんない。だと思う。でも100年前はもう部数じゃん。そうだね。100年前はもう本として、普及したと思うな。うんうん、まあ、今回、一回区切りって言ったけど、まあ、これがまた、どう復活してくるのかっていうのも結構面白いところかなとは思うんだよね。そうだね。うん。うん、もう今絶望感がすごいじゃんって。うん。で、その後ずっとキリスト教とかによってさ、うん、そういう学問とかがあんまりできなくなっちゃってたところから、また学問しだすっていう流れはすごいきっとドラマチックなのかなと想像する。うん、そうそうそう。で、一応キリスト教はキリスト教で、うん。世の中の現象とかをさ、説明するようなことも、うん、やっぱ教えることはしてる。そうね。それってアリストテレスの内容なんですよ。ほうほうほう。でもアリストテレスって数学嫌いっていう話もしたんですけど、うんうんうん、あの定性的だよっていう、うん、それが広まっちゃうんで、全然進歩しないんですよね、学問って。うん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 。だから、この、こっから今、紀元後、300年、400年ぐらいまで言いましたけど、こっから数百年は全然有名な科学者とか出てこないみたいな。そういう時代がね、しばらく続くっていう感じです。すごく政治に影響されてるね、じゃあ。そう。まあ今だってそうだよね。政治にやっぱ研究活動ってめちゃくちゃ影響されると思うよ。確かに、お金どれぐらいもらえるかとか。そう。うんうんうん。そうだよね。どれぐらいの人が、やっぱ多分教育とかもめっちゃ大事じゃん。教育も大事だよね。で、平和も大事だよね。戦争してたらもう学問とかできないしね。まああの、兵器作るっていう方に投入されるんじゃないかな。ああ、そっちか。うん。そういうので発展するジャンルもあるかもしれないけど、うんうんうん、でも基礎科学はそんな発展しなそうだよな、やっぱ実用的なものだけ、そうだね、うんうん、っていう感じだと思いますね。はい、ということで今回だいぶちょっと歴史的な話は多かったですけど、うん、科学史のターニングポイントとしては非常に重要な話でしたね、はい、あの前回のちょっと図書館から続いて、うん、あの前回図書館めっちゃ盛り上がってるって言って、あの1話で全て終わらせるっていう、この盛り上がってる？あ、そう、前回図書館めっちゃ
関数どんどん70万巻とか集まって、うん、学者集まってきてるって話してるもんね。ああ、そうだ。ごめん、ちょっと一夜にして終わった感じじゃん。でも実際は600年くらいあるんだよね。本当はもっとね、長い期間、うん、数百年はいろんな学者の人が、うん、そこで学問進めてたっていうのはあるんだけど、うん、まあちょっと一旦ここで幕引きしとこうっていうので。そうか。うん、なんか二コマ漫画みたいになっちゃいましたけど、うんうん、大きな流れとしてはそんな感じですね。はい。まあまたね、こっから、次の世代の女性の研究者がすごい活躍する時代とかって本当にもっと先なんで。うん。先そうな感じがしたわ、今の話を聞いたら。そう、うん。これから暗黒の時代っていうイメージがもう勝手に。まあその辺の話も一回ぐらいはちょっと実際どんとどういう時代だったのかとか。うん。そもそもさ、これ今図書館とか失われちゃって、なんでこう現代まで伝わってきたかっていう。うんうん。いろんな国をまたいだ話になってくるんで今度。あ、そうなんだ。そう。じゃあ誰かが持ち出したりしてそこでつなげてたみたいな。うん、そう、うんうん。そのバトンがつながってるんで現代があるんで、うん、まあその辺の話はね今後またしていきたいなと思います。はい。はい、お願いします。じゃあ今回もちょっとお便り来てるのを1通だけ読ませていただきます。はい、お礼様よりいただきました。お。いつもの俺様ですね。あ、いつもの俺様です。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも見てます。はい。振り返り会聞きました。あ、これちょっと割と最近のお便り、感想をいただいたんで紹介しますけど。うん、シンポジオンの回かな？いや、その後の。ああ、全部科学史を一から最新のまで振り返ったやつね。うん、そうそうそう、うん。復習してみようってやつですね。はいはい。すっかり忘れてます。こういう復習会いいですね。うん、今回は少し音質が良くなった気がするけど、気のせいでしょうか？ん？なんか変えたっけ？何も変えてないですね。うん。僕らのテンションぐらい。かな。わかんない。9連休明け、夜勤スタートで生活時間がおかしくて、体調があまり良くないです。ずっと眠たい感じ。もうちょっと、体大切にしてください。頑張ってください。で、まあ、ポッドキャスト、連休中に溜まっていたポッドキャストをリストにまとめてどんどん聞いてます。ありがとうございます。時間を気にせず聞くことができるっていいですよね。フォローしている番組が多すぎてなかなか追いつかないけど、Spotify でいつも聞いてますが、途中に音楽を入れたりニュースを入れたりして、一日の流れを作ってからスタートしています。これからも配信楽しみにしています。っていうことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか生活の一部になってもらってる感。そうだね。うん、他の番組と一緒にね。うんうん、俺もね、最近もうポッドキャスト聞くの多すぎて、うん、ちょっと半ば、うわ、めっちゃ聞くの、聞きたいんだけど、聞くの多すぎと思って、うん、全然関係ない音楽聴いてたりする。そっか。めっちゃ疲れるときやっぱ音楽聴きたくなっちゃうんだよな。なんか、人の声聴きたくなるときと、うん、何にも考えずに音楽聴きたくなるときあるよね、あるある。この間本当に自分限界だなと思ったのは、ビーズのラブファントムっていう曲あるんですけど。うん、君の好きなやつだよね。あ、そう、前奏がめちゃくちゃ長いやつ。うんうんうん、もうあれを永遠ループした日とかある。やばいよね。いや、私は基本的に曲ずっとループする派の人だから全然やばいと思わないけど。ああ、てかお前言ってたね、それ。うん。君最近うん、推しの子のさ、うん、夜遊びのオープニングずっと聴いてるよね。いや、そうでもないよ。そうでもない。あ、うん、まあ、ちょっと過ぎたか。ちょっと前。いや、風呂入ってる時もずっとさ、うん、アイドル、夜遊びのアイドル流れてる。そうだね。そんなにその夜遊びの聞いてないけど、俺あのラップは頭から離れなくなったもん。君ずっと聞いてるから。そうね。うん、はい、ごめん、話しとれましたけど。はい。じゃあ、まあ、これからも、音楽と交互に聞いていただければ。はい。嬉しいです。また音質、ちょっと違うなとか思ったら教えてください。ああ、確かに、うん。ちょっと意外と僕らわかんない。そう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 。この回の音質良かったとかあったら、マジで教えてほしいけどね。うんうんうん。ちょっと僕らのテンションがね、上下する関係はあるんだけど。そうだね。ちょっと、テンションに関わらず常に一定のクオリティなものを出せるようになりたいね。まあ、特に私ですけど。今ちょっと最初に比べたらちょっと疲れてきてるよね。いや、もう最初すごく、いや疲れてたんですけど、うん、テンション高めに行こうと思って頑張った反動が今ちょっと来てます。反動が来てるね。うん、もう疲れてきてる。すいません。いや、すいません、こちらこそ。はい。ということで、あ、この次回は科学ニュース会におそらくなってますんで、ちょっと先月できなかった分ね。はい。はい。また近々公開しますんで。はい。あとよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、あ、あ、元気に聞こえる？元気聞こえる。おぉ。素晴らしい。
テンションが低くても、うん、あの声色を元気にするという術を学んでいきますわ。学ぼう、うん、俺も学ぶわ。きっとさ、なんか高い声でさ、うん、プルって言って、でニコッとしたら、じゃあこれは始まる前の儀式にしたら同じテンションに揃えるかもしれない。もう一回。はう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 は。いいよ。あ、今回はで、じゃあ今回はついに女性研究者登場。おお、レンです。あ、間違った。めちゃくちゃじゃん。待って待って、なしなし今の。もうびっくりした。